やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。はい、というわけで、中野に到着いたしました。初中野ということで、いろんなことをしていこうかなと思っております。どこだここ。視聴者に教えてもらいながら歩くしかねえからさ、教えてくれよ。本当に初めて来たわ。俺新宿よりなんだろう、左の方、西の方に来ないから。はいはい、どうも。いいですよ、いいですよ、撮りましょう。どこ行くの今。ちょっとどこ行こうか回ってんの。初めて来たから。あっち側に行ったらいい。あっち公園なの。了解、じゃあまずそこ行くわ。ありがとう、またね。なんか公園があるらしいんで、そこに向かおうと思います。もう飯の街だと思ってるから。あとなんか変わった雑貨がある、このギュッとしてるとこがあるよね。なんだっけ、そこにちょっととっつきみようかなと思う。ここ、あ、信号ねえや。俺なんで止まってんのこれ。みんななんかスルスル歩いてると思ったら。今日はうさんくさそうな状況だね。メガネかけてるだけだろ。うさんくさくねえだろ。何公園これ。中野セントラルパーク。へえ。こんな、ど真ん中にでっけんだな、公園。例えば4月2日に焼き芋を配る配信するんで、200円ですけど、買いに来てください。歩き売りと、場所が決まったんで、全部売っても俺の自腹分が発生するから。チェキ500円で売っていい？俺、芋200円で売っちゃうと、レンタル代がさ、全部売っても赤字なんだよね。それでプラスにするわ。別に焼き芋だけでもいいから。チェキ500円って安いからね、なんかお前ら知らないと思うけど。500円って良心的も良心的だからな。地下アイドルとか女の子とかでも1枚1500円とか、男なんてもっと高いよ。多分2500円ぐらい、2500円ぐらいだよ1枚。気持ちいいこの公園。なんもねえけど本当に。でどこ、ここ。はい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 。写真お願いしてもいいですか。あの感謝で自撮りを。俺だけなの。いいよ。はい、またね、ありがとう。はい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 。いいですよ。はい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 。いいですよ、いいですよ。はいはいはい。そうですよ。いいですよ。てか、普段から金取りやがったな、俺と写真撮るやつ。1000円。というわけで、公園を端まで歩け。どこやねん、ここ。あ、ここ、帝京平成大学や。え、明治大学もあるじゃん。喧嘩起きない？大丈夫？こんな一つの土地に大学何個もあって、スズラン対放線みたいなさ、バチボコが始まる。危ないよこんな。どうもどうもどうも。いいですよ。いいもん持って。何これ坊主違いだね。なんでこれ、なんでだよこれ、なんでだよ、なんでだよ、なんでミッチー持ってきたんだよ。名古屋に CJ の決勝、うん、あ、そういうこと。その前にこれ持ってく意味あんのこれ。うん、それ持って応援します。ありがとうございます。ありがとう、行ってらっしゃい。どうもどうも。お疲れ様です。お疲れ様です。いいですよ。はい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 。お疲れ様、大丈夫よ。めっちゃ走ってきました。はいはいはい。かっこよすぎる。やばいやばい。男やろ。ちょっと待って、帰りの男じゃんわ。いや、かっこいい。乙女すぎよ、お前。ありがとうございます。またね。もう仕事戻って。またね。走って帰ります。はい、お疲れ様。はい、というわけで、中野の駅前まで戻ってきました。公園を堪能したということで、こっからなんか街中の方にね、潜っていこうと思います。どうも、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ、仕事始まるんですけど。あ、そうなんだ。大学終わって、うん、多分同じ状況の人もいると思うんで、はいはい、公園に向かって、なんか、お願いします。オッケー。お仕事頑張って、辛いことあると思うけど、僕の配信で元気出してください。頑張れ。はい、頑張って、頑張って。はい。なんか動画、エンタメが分かってこなかったな。来た！うわ、びっくりした、びっくりした、びっくりした。声でか、俺より声でかいやつ初めて見たわ。埼玉から来ました。
埼玉から来た気合入ってんな。写真撮りましょう。ああ写真撮らないです。なんで、えまたね、はい、頑張ろう。だから写真撮ってもらっていいですか。いいですいいです。やった。スタムさん、感謝もお願いしていいですか。感謝もね、感謝みんなお願いするんだな。今日かっこいいので、あと少しで誕生日なんでお祝いしてもらえませんか。誕生日おめでとう。ほらハグだハグ。ありがとうございます。よく生まれたな。はい、また生きろ、頑張って生きろ。応援してます。あ、じゃあね、ありがとうございます。はい、応援してないけども YouTuber やってる方なんですね。あ、そうです。ちょっと写真とか、はい、動画とか照明の仕事してるんですけども、はい、AV のパッケージのカメラマンのアシスタントやったんで、はい、技術あるんで、もし気になったら連絡ください。わかりました、はい、わかりました、頂戴します。そんなことある。そんなことありますか。 AV の現場で働いてる方のお仕事考えるの方が難しいわ。どういう活かし方すればいいんだよ。ファンの方々がたくさん来てくれたんで、ちょっと抜けてましたけど、はい、こちらですね。これ何商店街ですか。はい、そうなの。そんなんもらえるの。先行ったら、うん、中野ブロードウェイ。あ、この先なんだ。はい、分かりました。気が利くな、お前。おい、どんどん物が集まってくぞ。ここを抜けると中野ブロードウェイがあって、そのパンフレットもらったわ。なんかジブリ感のあるいいとこだね。ダンディさん。はいはいはい、ファンです。ファッション高いやつ多くない。地元民です。あ、そうなんだ。はい、お写真いいですか。いいですよ。やった、変人が多いね、中野は。はい、25年住んでます。あ、可愛いやつだな。ありがとうございます。はい、何があったら全然案内できるので、ありがとうございます。25年間生きるとこうなるんだな、中野っていう街は。 100% いいやつだったぞ。ちょっとあれだね、おもろい街だね、中野。なんかそろそろお腹が減ってきたので、一つ何かいただきたいものですけれども、なんだここ、うどん嵐。ちょっと行ってみましょうか。の前に、俺金ねえな。すいません、写真いいですか。いいですよ、いいですよ。イケメンだ。ありがとうね。じゃあ、チェキ代。ありがとうございます。いただきます。あの、お金を下ろさずに済みました。1000円手に入ったので、これでうどんを食べようと思います。日替わりの波をいただきます。おはようございます。来ました。はい、うん、うまい。なるほどね。俺濃い味が好きなんだ。ちょっと濃くしますね、味を。天ぷらもいただきます。ちょっとだけ汁にくぐらして味をつけてから。わー、うまっ。ごちそうさまでした。はいはいはい、はい、いいですよ。中野多いな。上等です。なるほどね。下の地下の方に、うん、でっかいソフトクリームやってるんです。それは食べたい。わかった、覚えておくわ。ありがとうね。行く場所がいいですよ。ありがとうございます。OK。 あ、あとで。いい、いい、いいよ。
や、いいよ。お願いします。焼き芋配信楽しみました。ありがとうございます。焼き芋買いに来て、またね。なんでみんな金渡してくの？冗談だよ。冗談だよ。手握られてさ、ぐちゃぐちゃぐちゃって渡されたら、いいんです、いいんですとか言って。すごくない？ブロードウェイ行く前にちょっとこの小道入っていきましょうか。3番街なんだこの道、エモいぞ。いい匂いがただ漏れてやがる。ありがとうございます。うどんちゃうね。スタさんですよ、ね、そうですよ。あの、頑張ってください。頑張ってください。頑張ってください。渡し方、売人だったけどこう渡してきたけど。ありがとうございます。うわうん、うまい。タレの香りが、ごま油も効いてるわ。どうもどうも。どうでしょう。写真撮ってもいいです。いいですよ、いいですよ。でっけえ。ちゃんと持ってきたやん。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうね。応援してます。はい、またね。一人の写真撮ってもいいですか。いいよ、いいよ。はい、チーズ。ね、サラさん、いつも応援します。あっちにデイリーチョコって美味しいアイスあるんで、ぜひこれで行ってください。それなんだよ、それなんだよ。はい、ありがとうございます。頑張ってください。すいません、ご迷惑かけて。すいません、ごめんなさい。お兄さん、そんな有名人の。いや、全然そんなことないです。待ってね、それ映していい？なんていう名前なの？チロルです。チロルちゃん、チロちゃん、怖いよね。誰かわかんないの、ごめんね。怖い。それもこれロック画面にしてるやついる？すいません。運気上がるかな。上がんねん、下がるからやめてきな。もう2年くらいこれやめてきな。なんかいいことないでしょ、一回も。そうですね。そうでしょ。すいません、よろしかったら、よろしかったら来店記念にサインして。あ、本当ですか。すいません、めっちゃ折れちゃった。ありがとうございます。全然ごめん。来てくださいね、皆さん。ありがとうございます。ネギマ、ネギマうまい。香りがいいわ。シャキシャキネギの方がギャップあっていいよね。トロトロの方もあるじゃん。もうこっちの方が好き。ニラじゃねえよこれ。さすがに分かる、さすがに分かるかっていうか、俺分かんなかったが、さすがに分かるやんっていうのよくないな。うわ、うまい。ずっと待ってんのよ、俺のこと見てんの。そこの食ってるとこ見てる子が一人いてさ、ニコニコしてるね、うん、ちょっと待っててね。すいません、お会計で。視聴者にもらった2000円でお会計してみます。なんだなこれ。お邪魔になりました。どうも。写真撮る人も背景がちょっと待ってる。これになっちゃうからさ、ちょっと待ってる。どうも。おい、やめろそれ、それやめろ。それ渡し方もやめろ、お前いかついな。こんにちは。じゃあチェキ取ろう。チェキ代、チェキ代、チェキ代ってことね。うん、チェキ代、チェキ代。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。ウルカさんも来て写真撮って。あ、いいよいいよいいよ。ウルカさんがいるんだね、そこに。いや、めっちゃすごい。待って、ウルカの部屋やん。はーい、ありがとうね。またね。はい、どうも。OK。コンってできます。いいよ。いいよ。この
え、これちょっと誰かわかんないんだけど。俺もわかんないです。この顔の上にいいんだね。この顔の上にいいんだね。オッケー。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。いつも応援してます。本当に。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、またね。めっちゃおもろそうなんだ、あんねんけど。自分の顔のみで今日は撮りました。皆さん、何が起きてるか分かんないと思うんですけど、すいません。俺が気になってたのはですね、ここ、なんか、ガチャ屋さんなんだけど、ガチャのコンテンツが結構変わってて、闇ガチャコーナーってのがあるんだよね。もう何が入ってるかも分かんないのよ。1回500円、闇ガチャ回していこうかなと思います。お前らにさ、たくさんお金もらってんだよ、俺。それでガチャ引くわ。俺、みんなさんに3000円もらったんで、これで闇ガチャを6回引こうと思います。回します。おはい。てんだけど。男の子ブーブー好きなんで、問題ないです。ハズレとかではないです、これは。よいしょ。ファイヤー。これただのファイヤーじゃないから。これ、ポケットモンスター、ルギア爆弾で、丸い球体の中にファイヤーが閉じ込められちゃうんだよ。それをガチャガチャで再現してんだよね。そういうメッセージ性があるんで、これもハズレじゃないです。ファイヤーですね。次。はいはいはい、なんだお前これ。1000円追加、分かった、いいよ、取ろう。視聴者が追加してくれました。来ました。待って、不透明なんだけど。来ました、ブーブーです。来た、来ました、よし、来た。やっぱ男の子ブーブー好きなんで、ブーブー2個目ありがとうございます。これで2000円ですね。まあ、できました。不透明でございます。来ました。お、こういうことです。開けないでおきます。これまだ開けないでおきます。おー、来た来た来た。なんだ、来た。来た。ブーブー。やった。コラット出ました。俺、コラットって久々見たんだけど。コラットだ。かわいい。来た。マッサンです。最後。最後、マッサンで締め。すいません。27番当たったんでお願いします。はい。はい、ありがとうございます。はい、なんか袋かなんかってあったりしますかね。お釣りが多いです。お釣りが多いですか。かなりついてないと思います。だいたい1対1のあれで入れてるんで。え、1対1で入れてる、入れてるんで。そう、そうなんですか。じゃあもうちょっと引きます俺。いや、なんで、当たりもいいのは入れてないんで、あくまで闇なんで。言っちゃって、言っちゃっていいんですかそれ。何回もやるもんじゃない。あ、そうなんだ。わかりました。はい、すみません、ありがとうございます。当たりいいもん入れてねえって言ってるぞ、店員さんが。いいの。というわけで、こちら、27番、開封させていただきます。エッション。
タンブラージョジョで次じゃん通り部クリアビジュアルカード歌のプリンス様スターコレクションでさラストなんと CD じゃん乃木坂だよわかんないけどどうもどうもどうもありがとうさっきはありがとうちゃんと君からもらったお金有意義に使わせていただきました、ね、ちょっとね景品の一つを君にあげたいいいんですかいいよえサフォンしますお願いしますこれあなたにファイヤーあげますありがとうございます対戦してくださいありがとうございます500円します500円しますよね、はい、ありがとうございますファイヤーあげますありがとうございますはい失礼しますはいまたねいただきますうわどうもどうもこれですあえ取ってほしいですいいよ取るよでもその前にあなたにプレゼントあげる、あなたのために用意してきました500円しえこちらですあげますありがとうございます。やばい、私、お粗末好きだったんですよ。本当あなたのためにあなた用意したって言ったでしょいや、ありがとうございます。はい。ちょっと待って、何それ。マジちょっと待って、嬉しすぎるんだけど。え、マジで ?5 人分あります。はマジはい、マジです。この店に来たって言ったっけ俺にくれるのうん、差し上げますよ。もちろん。マジかよ。そんな、ここで差し上げます。じゃあお前には俺のとびっきりをあげるお前にはルールをあげるありがとうございますこれ、これと交換だなはい、はい、じゃあいただきますうん、大事にしろよブーブーありがとうございます、うん、飾っておきます飾っとけえ、俺も飾っとくわこれあそれぜひ飾ってくださいありがとう、めっちゃ嬉しいはい、はいはい、ありがとうね、はい、いつもはいこれじゃないこれじゃないのこれじゃない？でっか。まさに特大お願いしていいですか？はい。ちょっと盛るところ見たいの。あ、もうその全部なんだ。おいおい。おいおい。マジか。まだ行くな。もういいかも。まだ行く。いいじゃんって。もう倒れそうやん。ちょっと待って。ちょっと。ありがとう。斜めにするとすぐ落ちちゃう。わかりました。はい。ちょっと待って。配信で暇がない。無理無理無理。ちょっと待って。こう渡されても。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。こんなところで落としたら俺こんなところで落としたら待って待ってほら物が多い危ない危ないちょっと待ってマジで待って行くぜ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 ここで食っちゃうここで食っちゃうやばいベッタベタです手元マジやばい来てるあ痛い頭痛いあまだまだまだありますよまだまだ冬よ助けておいしいですか
もう味わかんない、目の痛い、頭痛い、わかんない、もうこれ何味食べてるんですか、これこんな情けない姿みんな見てくる。そういえばスプーンってもらえなかったですか。あったけど忘れた。忘れた。でもこんなになったらもう店内行けない。ありがとう。ありがとう。教えてくれて嬉しい。ありがとうね。使ってないんですけど。ありがとう。使い捨てじゃないですけど。ありがとう。大丈夫です。ありがとうございます。あとソフトクリーム1個分ぐらい。どうして、あのこれでラスト。いただきました。どうもありがとう。本当にありがとう。ふぶあげる。ありがとうございます。大事にします。大事にして。俺のありがとうの気持ち。こいつが出た。これあげる。これ欲しかったです。ありがとうございます。ありがとう。助かったよ。ちょっと帰ろうと思います。ちょっとね、この後お腹壊すの確定してるんで、早めにちょっと家に着かないと、今から格闘が始まるんで、私は。はい。というわけで、今日のその配信は終わり、4月2日に、焼き芋を売る配信するんでね、そこにも来てくれたら嬉しいです。千代田区、墨田区、渋谷区周辺でやるので、よかったら来てください。というわけで、スタミジャパンでした。中野編でした。お疲れ様。バイバイ。さよなら。